おはようございます。返信ありがとうございます。私の知り合いでですね、 Facebook を利用して、1億円稼いだ人がいたんですよ。それはですね、もう数年前のことなんですけども、 Facebook でガンダムを語り合おうみたいなコミュニティを作ってですね、ちょっとタイトルは正確に忘れたんですけど、ガンダムをテーマにしたコミュニティだったと思います。その中でもファーストガンダムって言って、アムロとかね、シャアが出てきて、最後ジオングで、結末を迎えるア・バオア・クーってやつですよね。本当最初のストーリーです。ゼータガンダムよりも前のストーリーで、いわゆるね、ガンダム原理主義者って言って、それ以外の付け足しの続編のガンダムはガンダムと認めないみたいな人もいるみたいなんですけども、そういったコアなファンだけを集めて、語り合う会とかね、自分の作ったプログラムを、プラモデルを写真で紹介し合うみたいなね、ジオラマを作ったりとかね、そういうのがあったらしいんですよ。でそれを運営して、でたまにはね、合宿とかみたいなのして、オフ会みたいなのしてね、なんか泊まり合いで行ったみたいなんですけども、そういうので、お金を集めて1億円作ったっていう人がいたんですよね。これっていうのは多くの人が悩んでることではないんですけども、ただやっぱり40代50代ロスジェネ世代の何ていうんですかね、心の中にある世界をこうまとめてくれたっていうんですかね、そういったエンターテインメントの空間を作って運営するだけでも、集客もできるし、集客ができればそこに販売もできるしっていう形で、さまざまな商品を売ったみたいですよね。商品を売ったって言っても、特に何か商品を作ったわけではなくて、そのいわゆる情報コンテンツですよね。ガンダムで集まった人の悩み解決をするとかっていうので、もうガンダムってものをこうね、離れて恋愛ですとか仕事ですとかね、それからマッチングって言って、こっちの人で人材募集をしている、こっちの人は自分が働きたいっていう人をこうね、40代50代の間でこうなんですか、マッチングさせることによって紹介報酬いただくみたいなこともできたみたいなんですよ。ですのでロスジェネ世代 の全員がこの方法で、全ての問題を解決するとは言いません。ただ一部の人が一部の問題を解決できることは確かなんですよ。であとはその一部の人が一部の問題を解決するものを徐々に全部に別のジャンルで行き渡らせることができるかどうかなってことなんですよ。ですので、例えばこのガンダムの、ね、コミュニティにしてみたら、もうガンダムのコミュニティに似たようなのがね、100個も200個もいらないわけですよ。せいぜい5個とか10個あれば十分なんで、その席に最初に行動して座ることができるかどうかってことですよね。でガンダムを離れたら今度は宇宙戦艦 M とかもしれませんし、アニメかもしれませんしね、さまざまなジャンルがあります。マイケル・ジャクソンっていうテーマもあると思いますし、なんですかね、東映のアニメかもしれませんし、もしかしたらスクールウォーズで固めるのかもしれません。なんでもいいんですよ。で今ね、こういう雑誌が出てるのご存知ですかね、昭和40年男。この昭和40年代に流行ったものをこうやってもう一回編集するだけでも商品になるんですよね。これ780円ですけども、私定期購入してるんですよ。要するに私はこういったコンテンツを集めた人の、集客にもろにね、かぶってるってことなんですよ。お金を払い続けてるってことなんですよね。だからね、ロスジェネ世代ってやっぱり一定の人数がいることによって、もうマーケットが出来上がってるわけなんで、見方を変えるとものすごいチャンスなんですよ、これは。だから自分が恵まれなかったことばっかりをね、ずっと言っててもしょうがないんですよ。じゃあどういうところは活かせるかな。いろんな不満を感じた後、いろんな行き詰まりを感じた後、行き通りを感じた後に、あなたはどうしますかっていうことを自分に向かってね、じゃあどうするっていうふうに問いかけた時に、いや、この状況をなんとか使えないかなと。ただこれとこれとこれを使って試してみようっていうふうに行動力に変えていけばいいんじゃないかなと思います。もちろんね、ツイッターで何かを始めるのもすごくいい手だと思います。あとはね、自分の人生が間に合うかどうかっていうペースの問題になってきます。確かに動画を1個上げる、ツイッターのアカウントを1つ作って、毎日5個とか10個とかツイートを上げる、それもね、重要なアクションなんですよ。でもそれでは自分の理想とする人生が間に合わない場合は、もっともっとね、発信の量を増やしていくか、発信の質を高めていくかしかないんですよね。で発信の量を増やしていこうと思ったら、ただやればいいだけなんですけども、発信の質を上げていこうと思ったら、ものすごく勉強しなければなりません。勉強っていうとすごくね、曖昧な概念になるんで、はっきりと申し上げますけども、受け取った人が喜んでくれるというか、受け取った人が問題解決をする、受け取った人が発信者に会いたくなるような、そんな発信をしているかどうかなんですよ。でこれを一言でまとめると、会いたい自分に慣れているかっていうのをいつもいつも意識する必要があります。よくね、初対面の人が次に自分に会いに来てくれるためにどんな仕掛けをしますかっていうことを私聞かれるんですよ。要するに、新規の方が常連になるためにはどんな仕掛けを久保さんはしてるんですかってことなんですよ。サービス券を渡すとかね、なんかお得なプランを用意するとか、いろいろやり方あるでしょ。でも肝心なのは、自分自身が初対面の人にとって会いたい自分になっていたかってことなんですよ、今日の時点でね。
初対面の人に、あ、なんか久保さんもう一回話聞いてもらいたいな、もしくは話聞いてみたいなっていうふうに思わせるような自分で今いるかどうかっていうことが大事なんで、まだね、その初対面の人に会う前にその準備を自分に対してすることは非常に重要だと思います。本当に自分がね、誰のどんなことのお役に立てるのか、人に対してどんな魅力を発信できるのか、誰の悩みや痛みに寄り添っていくことができるのか、自分は人に対して何か癒しを与えることができるのか、こういったね、腕力で力になることができるのか、知恵で力になることができるのか、それともお金の力で知恵になることができるのか、人脈を提供することができるのか、とにかく徹底的に役に立つ人になることによって、もう一回会いたい自分になることができるんですよね。何もないと本当にきついです。何もなければ何ができるかっていうと、発信する媒体を自分が構築することによって、じゃあ自分の媒体であなたを紹介しましょうかと、あなたの紹介したい商品が売れるかもしれませんよとか、あなたに会いたい人が見つかるかもしれませんよっていうのが、まあ何もないと思う人の戦略でもあります。媒体を作っていく。だから発信の量と質を高めることによって、あ、久保さんに頼んだら誰かね、マッチングさせてくれるかなっていうふうに思わせることもできます。まあそのために私毎日毎日ね、こういった数限りない多種多様の発信をしてるわけなんですけどね。はい、ということで以上でございます。メールの方ありがとうございました。